マイクロ波を利用した多重無線通信設備、鉄塔にレドームによって保護された複数のパラボラアンテナが取り付けられている。マイクロ波は電波の一種。マイクロは電波の周波数による分類において短い波長域であることを意味する。マイクロ波という用語は1940年代から文献に現れているが、その定義は複数あり、必ずしも明確ではない。日本では 第二次世界大戦前、電波は国家のものであったが、戦前のマイクロ波研究は、電波兵器の研究開発を意味していた。マイクロ波という用語が、多義的である一因は、電波兵器に使われている電波の周波数を明確に、したくないという要請があったと推測される。安倍英太郎は、マイクロ波は人体と共鳴する波長の範囲と定義している。また、マイクロ波、ミリ波、 テラヘルツ波というような用法では、マイクロ波とミリ波は、周波数帯域が重複していない。一方、マイクロ波にミリ波帯域を含める用法もある。校舎の用法の例示としては、一般的に、波長1メートルから100マイクロメートル、周波数300メガヘルツから300ギガヘルツの電波を、指し、この範囲には、デシメートル波、センチメートル波、ミリメートル波、サブミリ波が含まれる。 マイクロ波の発信には、マグネトロン、クライストロン、進行波管、ジャイロトロン、ガンダイオードを用いた回路などが用いられる。マイクロ波伝送線路には、一般的に同軸ケーブルが使われるが、出力の高いものには、金属製の同波管が用いられる。また、近年では、マイクロストリップ線路などともに固体化された発信機の利用も増えてきている。マイクロ波の応用分野は広く、 衛星テレビ放送、多重無線通信、レーダー、マイクロ波加熱、マイクロ波分光法、マイクロ波化学、マイクロ波送電、マイクロ波イメージングなどがある。これらの分野で必要とされる学問がマイクロ波、工学である。その他の応用として、水洗面所の小便器にマイクロ波センサが組み込まれ、自動洗浄にも採用されている。日本の地上波、アナログテレビ放送では、 2012年3月末まで南市町地域用に第63チャンネルから第80チャンネルまで1 2ヘルツ付近が割り当てられていた以下に一般的に用いられる分類を示すありがとうございます。